続いてトゥデイザーです。今週水曜日からニューヨークにあるギャラリーでアメリカでおよそ半世紀にわたって活動を続けている日本人の画家によるチャリティー展覧会が開催されています。鮮やかな色使いで命を吹き込まれ咲き誇る桜、そして大胆な筆使いで描かれているのは雨空の下水面に浮かぶ睡蓮。今月8日からニューヨークマンハッタンにあるギャラリーで日本人画家による東日本大震災の復興支援のチャリティー展覧会が開催されています。その大胆なタッチと鮮やかな色彩で描かれている作品を手掛けたのがニューヨーク在住42年の日本人画家沢野瑞恵さんです。沢野さんは1969年にニューヨークに拠点を移して以来、ワシントンにある国立美術館やメキシコ、モロッコなどでも個展を行うなど世界を舞台に活躍。震災のニュースをニューヨークで知った沢野さんは数日間ショックのあまり何も手につかなかったそうです。そんな時ギャラリーから被災地復興のためのチャリティー展覧会の企画の依頼を受けました。ふっと我に返ったっていうか、現実の世界に戻って何かできるんだって思って救われた気持ちで、こちらから の申し出をありがたく受けました。希望に満ちた世界をと二つ返事で祖国日本のために企画を開拓した沢野さん。会場にはそんな彼女が35年以上にわたって描き続けている桜や睡蓮などの花をモチーフにした29点の油彩が展示され、来場者たちも華やかで優しい作品の世界観に魅了されていました。I love her paintings because they're so cheerful and happy with all the warm colors. It sort of has a sense of tranquility of being in nature's beauty. 来週の15日まで行われているこの展覧会、収益の一部は日本の被災地復興団体に贈られることになっています。この展覧会についての詳しい情報はご覧のウェブサイトでご確認いただくことができます。